皆さん、超速報です。ついに楽天から、オルカンと S&P500 の投資信託が誕生します。本日10月6日、楽天投信から発表がありました。こちらです。業界最低水準の運用コストを目指す、楽天オールカントリー株式インデックスファンド、楽天 S&P500 インデックスファンド新規設定のお知らせということで、こちらの2つの投資信託が新たに誕生します。楽天オールカントリー株式インデックスファンド、愛称楽天オールカントリーと楽天 S&P500 インデックスファンド、愛称楽天 S&P500、 この2つが誕生します。これまで楽天の投資信託といえば楽天全世界株式や全米株式、この2つがメインでしたが、新たにこの2つが加わります。これは楽天証券ユーザーにとっては嬉しいニュースですね。今回はこの2つの投資信託と他の類似商品との比較をしながら解説をしていきます。アラサー夫婦の書籍が出ました。皆さん、たくさんのレビュー、メッセージありがとうございます。普段 YouTube では発信していない資産形成の内容もあるので、ぜひ読んでみてください。レビュー特典のプレゼントもあるので、詳しくは概要欄をチェックしてみてください。では本題に行きましょう。今回新たに誕生した投資信託は2種類で、1つ目が全世界株式の楽天オールカントリー株式インデックスファンド、もう1つが米国の S&P500 に連動する投資信託、楽天 S&P500 インデックスファンド、この2つです。ここからはそれぞれの特徴について比較しながらご紹介していきます。まず連動する指数ですが、楽天オルカンは MSCI オールカントリーワールドインデックス、いわゆるオルカンと呼ばれるような商品はこの指数に連動しています。楽天 S&P500 は、その名の通り S&P500 のインデックスに連動します。米国の優良大型株500社に連動する、そんなインデックスですね。設定日はどちらも2023年10月27日となっております。販売会社は現時点では楽天証券のみとなっております。今後他の証券会社でも取り扱いが始まるかどうかは要注目ですね。投資信託の運用方法についてはどちらも同じでですね、ファミリーファンド方式となっております。皆さんから集めたお金をベビーファンドとして、その資金をマザーファンドに投資をして実質的な運用を行う仕組みとなっています。他のオルカンの商品も同じようにファミリーファンド方式をとっていますね。一方で ETF に投資する形で運用されるような投資信託はファンドオブファンズ方式と呼ばれます。楽天 VT とか楽天 VTI と呼ばれるものがこれにあたります。気になるコストについてですが、購入時手数料、信託財産留保額はどちらもかかりません。信託報酬は年 0.05775% です。楽天 S&P500 は年 0.09372% となっています。どちらも業界最安水準に揃えてきました。楽天も新NISAに向けてコストの低い商品を出してきました。前から思っていたんですけど、米国株に投資する商品よりも全世界の商品の方がコストが低いのって、これなんでなんですかね。もちろん他社さんとの競争っていうのもあって、全世界の方が下がっているっていうのはわかるんですけど、より分散を効かすっていう意味では全世界株の方がなんか手間とかコストとかかかりそうだなっていう、なんとなくイメージはあるんですけど、だったら S&P500 の商品ももっとコスト下げられるんじゃないかなと勘ぐっちゃいますよね。こちら全世界投信のコストを比較した表になっております。全世界株といっても大きく2種類あって、今回紹介しているオルカンのように全世界株の約3000社に分散投資できるものと、もう一つ FTSE グローバルオールキャップインデックスと呼ばれるもの、これが全世界の9000社ほどに分散投資できる指数、この2種類があります。で、最近コストの競争が激しいのがこのオルカンの方なんですね。今回発表された楽天オルカン以外にも、初めてのNISA全世界株やトレーサーズ MSCI オルカン、そして人気の eMAXIスリム全世界株式、この4つは信託報酬が同じです。 0.05775% なので、楽天オルカンも他の商品とコストを揃えてきたということですね。 0.05% というコストになってくると、これもはやもう ETF レベルの水準ですね。
一般的には投資信託より ETF の方がコストが低いという特徴があるんですけど、全世界株で人気の ETF VT はコスト 0.07% ですから、これをも下回るコストに下がってきたということです。じゃあどれを選べばいいのかって悩みますよね。もうコストがどれも同じぐらいの水準でどれ選んだらいいのってなりますが、あえてコストだけで言うと、おそらくトレーサーズ MSCI のオルカン、これの隠れコストが 0.03% 以内にするっていう発表がありました。なので信託報酬と隠れコストを合わすと 0.08% 台になってくると予想されます。現時点で eMAXIS SLIM の実質コストが 0.11% なので、この隠れコストをコールすると現時点ではトレーサーズが有利なのかなというふうに私は見ています。この隠れコストは1年間運用してみないとどれぐらいかかるかっていうのはわからないコストです。なので信託報酬だけではなく、隠れコストを加えた実質コストで投資信託のコストは見ていく必要があります。あとは、eMAXIS SLIM は、業界最安水準のコストを目指すというふうに掲げてもいるので、もしトレーサーズのオルカンがですね、実質コスト本当に低かったらですね、それに追随してくるっていう可能性も十分あり得るかなとは思います。オルカンではなく、FTSE グローバルオールキャップの方に連動する、投資信託と比べてみると、結構ですね、コストの差が開いてきたなというふうに感じています。これまではそんなに差が開いていなくてですね、オルカンの信託報酬も 0.1% 台だったんですけど、そこから最近一気に半分ぐらいに減っているんですよね。一方で楽天全世界株式や楽天 V 全世界株式は、オルカンのコスト引き下げに追随していないんですよね。合わせて信託報酬引き下げますっていう風な動きは現時点ではないです。ファンドオブファンズ方式で運用しているので、VT の経費率がそのまま投資信託のコストに上乗せされてしまうので、どうしてもコストを下げにくいっていう特徴があるんですよね。なので、特にコストを低く抑えたいっていう方とか、好みがないっていう方だったらですね、もうシンプルにオルカン勢から、投資信託選んでいけばいいんじゃないかなと思います。わざわざ楽天全世界株とか、SBIV 全世界株式、僕は投資しているんですけど、わざわざ選ばなくても、いいかなというふうに思っています。こちら米国株の投資信託をまとめてみました。米国株といっても、大きく2つこちらもあってですね、有名な S&P500 指数、優良な大型株500社を集めた指数ですね。でもう一つが、これ全米株式と略しちゃっていますが、米国全体に投資ができる約3500社ぐらいに、もう米国丸々分散投資ができるっていうものがあります。今回発表された楽天 S&P500 もですね、他の S&P500 に連動する商品、eMAXIS SLIM S&P500 とか、タワラノーロード、初めての NISA、これらと同じ信託報酬になっています。SBIV S&P500 だけ信託報酬 0.0938% なので、他と比べて、0.0006% ですね。だけちょっとコストが高いっていうんで、ほぼ S&P500 の商品は、同じコストになっています。実質コストで見ると eMAXIS SLIM よりもですね、わずかではありますが低くなっているので、SBIV、S&P500、eMAXIS SLIM、これどちらでもいいかなっていう感じですね。で全米株式の投資信託も含めて、コスト見てもですね、実はこっちはですね、そんなに差がないんですよね。楽天の全米株式だけちょっと 0.162% と高くなっているんですけど、eMAXIS SLIM の全米株式、最近できたものは、S&P500 と同じ信託報酬に揃えてきていますし、SBIV 全米株式、こちらも 0.0938% なので、ほぼほぼ差がない状態となっていますね。実質コストも 0.11% なので、eMAXIS SLIM の S&P500、SBIV、S&P500 ともほぼ一緒ですね。なので、米国株に投資したいという方は、S&P500 でも全米株式でも、ほぼほぼコストに関しては差がないと思っていただいて大丈夫です。今回発表された楽天オルカン、楽天 S&P500、この2つの投資にですね、どちらも低コストで分散されている優良なファンドです。成長も期待できる投資信託ですし、おそらくですね、新NISA の積み立て投資枠の対象にもなるかと思います。
じゃあ今すぐ他の全世界株や、まあ、S&P500 の投資信託から乗り換えた方がいいのって言われるとですね、まあ、それはわざわざ乗り換えるほどでもないかなと思います。まあ、よっぽど他のコストの高い商品にですね投資しているっていう方であればもちろん乗り換えるっていう手もあるとは思いますが、まあ、おそらくですね楽天証券ユーザーの方はですね、まあ、低コストの eMAXIS Slim シリーズで投資している方多いはずです。で eMAXIS Slim シリーズであれば、まあ、ある程度人気や知名度もあってですね純資産額も多く集まっているので、まあ、そっちでそのまま運用を続けていけば、まあ、個人的にはいいのかなというふうに思っています。強いておすすめの方を挙げるとしたらもう私は楽天のオルカンと楽天の S&P500 出るのをずっと待っていたっていう方とかもう楽天を私は応援したいんだっていう方はいいかもしれませんね。じゃあアラサー夫婦はどうするのかっていうのを最後にお伝えして終わりにします。選ぶ基準としてはやはり低コストであるっていうのは、まあ、もちろんなんですが、まあ、その上でですねやっぱりより分散したいっていうのがありました。大型株だけではなく小型株も含めて分散投資していきたいっていうのが一つ、もう一つはヴァンガード社への信頼っていう部分ですね。ヴァンガード社の ETF に、まあ、手軽に投資できるっていうのはいいなと思っていたので、なので、まあ、これまで楽天 VT、楽天 VTI と SBIV VT、SBIV VTI、まあ、この4つをメインにですね投資をしてきました。米国株に関しては、まあ、コストの差もですねもう少ないので、まあ、現状積み立てている SBIV VTI へ、まあ、継続していく予定です。全世界株に関しては現在 SBIV VT をメインに積み立てしてるんですけど、結構コストの差が開いてきたので、まあ、これだけ開いてきたんだったらまあオルカンでもいいかなっていうふうに、まあ、悩んでおります。正直どっちでもいいかなと思っています。自分がいかに腑に落ちるかっていうところですね、まあ、そこを大事にして選んでいきたいと思います。最近新しい低コストの商品がバンバン出てるんですけど、まあ、個人的にはそれよりもですね既存にある投資信託、まあ、楽天 VT とか、まあ、楽天 VTI、まあ、SBI もそうなんですけど、まあ、そっちのコストを引き下げてくれたら嬉しいなっていうふうに思いますね。コツコツ数年間積み立てしてきて、まあ、ずっと今も保有している商品のコストがやっぱ下がる方が我々は嬉しいですよね。ぜひ皆さんの投資方針コメントで教えてください。最後に今なら2000円分の株がもらえるチャンスです。楽天証券の口座開設とクイズ回答で日本株2000円分が全員もらえます。しかもこれ特定口座の口座開設でも対象になるんです。他の金融機関でNISAをしている方ももらえるので、これは嬉しいですよね。三菱 UFJ フィナンシャルグループや NTT など人気の日本株がもらえる可能性があります。国内株式の取引手数料が無料になったりと、少しずつ楽天のサービスも良くなっています。まだ楽天証券持っていない方は、この機会にぜひ作ってみてください。早期終了の可能性も十分あるので、お急ぎくださいね。そしてこのキャンペーン、概要欄の限定リンクからしかもらえないのでご注意ください。今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。